毎日20時讃岐うどんのお時間です。ということでヤグタウンです。どうぞよろしくお願いいたします。今日の動画で合計396店舗目のお店となります。ということで今日紹介するのは香川県丸亀市にある讃岐うどん屋さんの方を紹介したいと思います。そちらのお店、最寄り駅は栗熊駅で450メートル程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては香川屋本店さんであったり讃岐のピッピさんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日は前歯うどんさんの方へ向かっていっております。それではこの前歯うどんさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.65 点、そして Google の点数は 3.8 点となっています。営業時間は10時半から15時半までで、定休日は毎週木曜日、駐車場は約10台分あります。おすすめはかけうどんです。昭和35年に前歯製麺所さんとして建って、建て替えのため一度閉店されています。そして2021年の3月に待望のオープン。宇宙一の出汁やかまぼこの扇揚げが人気です。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちらセルフ形式のお店となっています。はい、かけのショーで、かけのショーで、はい、温めますか、はい、そのままします。どうしようかな。あ、じゃあそのまんまで、そのまま、はい、お願いします。それではお部屋を組んでうどんができるまで待ちましょう。でもまだ時間がありそうなので先に天ぷらを取ります。一番人気のかまぼこの扇揚げを食べたかったんですよね。この扇の形で綺麗に揚げるのは技術がいるみたいで、店主の奥さんじゃないと作れないみたいです。はい、そのままショーです。はい、ありがとうございます。あとは宇宙一の出汁で炊いた前歯のお揚げも取りたいと思います。出汁はセルフで入れます。これが噂の宇宙一の出汁になります。それでは薬味を入れてお会計です。はい、お願いします。はい、それでは空いている席について食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。カウンター席とテーブル席で構成されているお店で、こちら奥のテーブル席に掲げているのが小麦粉。これは十数種類の粉を販売しているんですよね。店舗でも通販でも購入することができます。1キロの小分けから販売しているので、お試しで購入することもできて、店主さんの経験から粉の特徴のアドバイスをいただくこともできます。
それではいただきます。麺はツルツルな麺肌で程よいコシのある中細麺でした。角が立って綺麗な麺線をしているうどんです。前歯さんは全体的に減塩で作られていて、後入れの塩は使ってないので素材本来の味を生かしてます。だしはお揚げの甘さが染み渡っただし、だしを作る時にも塩は使わずに素材の塩分だけで取ってるので柔らかい風味になってるんですよね。だからこそこのお揚げの味が際立ってじゅわっと甘く、かなり存在感が強く美味しくなっています。それではかまぼこ扇揚げ天もいただいていきます。すごく綺麗な天ぷらです。かまぼこのピンク色の部分がこう並んで扇状になってます。やっぱりここに来たらこの天ぷらは食べたくなりますね。もし動画にしてほしいっていうお店の方や行ってほしいお店がある方はぜひ概要欄の方に載せてあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージいただけると嬉しいです。そして今日の動画で讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。友達や同僚にうどん好きであったり香川県出身の方がおられましたらぜひこちらの動画のことをおすすめしていただけると嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。麺もだしも減塩のうどんなのでやっぱり素材を感じやすい味のうどんとなっています。だからこそお揚げとか天ぷらと合わせて食べたくなるんですよね。あと粉を変えるうどん屋って僕はここだけしか知りません。プロがうどん屋で使う粉で家でもうどん作ってみたいなって方はぜひ1キロから売ってるのでこちらで購入してみてはいかがでしょうか。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。私たち大人になったらちょっと優しくなれたな。あんなにそこを作る君に子供に見せるかな。私はまた間違いない政治に種を詰め込んで大嫌いな君に戦いに行くよ。